皆さんこんにちは、上竹モータースの諏訪田です。はい、北川です。はい、本日はですね、奈良店に来ております。枚方も暑いけど、奈良もめっちゃ暑いな。最近2年目のスタッフがね、結構出てまして、斉藤くんとか古館とか、まあ源氏、古館、あ、言うた、ゆかちゃん、それを見て、もう俺も出してこれ、直談判してきた野郎がいるんで、登場していただきたいと思います。ではどうぞ。こんにちは、奈良店2年目営業部の田中です。よろしくお願いします。内定者の時からずっと見てまして、うん、2年経ちまして、やっと登場しました、田中です。お願いします。どういう特技があるとか、なんかこう好きなものあるとか、はい、50音ですね、うん、言っていただいたら、うん、キュンキュンワードに変えて、ザザリガニは嫌いでも君は好きだよ。もうトーとかでトマトは嫌いだけど君は好きだよとかさ、簡単やラーと見せかけて、ミ、みんなおる、でもお前はそこにおる。もっとキュンキュンしたい。何を紹介するかと言いますと、日産のルークスとハイウィスタ用意しまして、あの今年の6月にマイチェーンをしましたね、はい、何が変わったのかっていうのと、どういった違いがあるのかっていうのを外装内装順番に見ていきたいと思います。ではレッツゴX ホワイトパール本体176万8800円と、こちらハイウェスター G ターボプロパイロットエディション216万5900円の本体金額となっております。それぞれ一応上のグレード、上ですね、うんうん、はい、ちなみにマイナーチェンジしてから値段ってどれぐらい上がった、はい、X が出た17万円ぐらいですね、うん、こちらのハイウェスター G ターボが20万円ぐらいガッと上がりました。ボディカラーに関しては4色ぐらい、うんうん、増えまして、タント、Nボックス、スペーシャーが、まあ白黒が多いんですけど、ガッチリというかかっこいいお車にカラーが多いっていうのは、うんうん、これ初かもしれないですね。確かに他の車種よりはカラーバリエーションめっちゃ多いってこと。多いです、はい。皆さん、カクタスグリーン、このカクタスとは何という意味でしょう。ちゃん、はい、中南米の羊の一種かなと思います。緑色なんですけど、サブデンでした。まずこう見た目ですね、うん、顔がもうガラッと変わったんですけど、うん、あのマイナーチェンジ前の V デザインっていうのは変わらず、うん、LED ライトとこう一体化したグリルになってるんで、かっこいいデザインに変わってますね。確かに重い感じな、ちょっとセレナにやっぱ若干似てるような感じな。そうですね。あとはこう日産のエンブレム、白が入ってこう近未来的というか、なんか変わってる、おしゃれになってる。日産のサクラとかにもついてるようなマークに、うん、ここから変わってますね。なるほど、はい、ハイウェスターの方は以前と変わってないんですけど、 X のタイプが傘車というか、あの今までには見たことがないような、うん、これ回ったらどんな感じなんですかね。どんな感じかちょっとやってみてもらっていいかな。先進的な印象になりますね。やっちゃえ日産。こっちの方になるべくちょっとメインで紹介していくやけど、はい、LED ライト、うん、もう標準装備にありまして、しかもこれさ、あれちゃん、アダプティブ LED ヘッドライトのあれちゃん。そうなんですよ。なん対向車が来た場合、オートライト自動で、はい、しても上下してくれるっていうので、うん、すごく安全な車になってますね、うんうん、日産といったらさ、もうこの辺のチョボめっちゃ多いよな。あ、これもめちゃめちゃ後ろも多いよな。前後で8つですね、うん、ついてるんですけど。めっちゃついてる。同じ径でも後ろはだいたいついてるんですけど、前があるっていうのがそもそも珍しいっていうのもありますし、うんうん、展示場ですね、毎日そうや車移動してるんですけど、ルークスが一番しっかり止まります、うん、まだ生きるのにっていうぐらいの距離で自動ブレーキガッてかかってくれたりとか駐車場狭い人からしたらさ、もうちょっと行きたいねこっちはみたいなのもあるってこと。それがないんです。ないんや。少しでもちょっとブレーキ踏んでいただいたら、うん、これ作動しないんで。あ、ノーブレーキで当たりそうな時にしっかりと余裕を持って止まってくれるっていうのはこれ一番やと思います、ね、次車内になるんですけど、アットホームというかアットホーム、はい、眠れるようなこっち空間になってますね。なるほど。てかさ、よくめちゃくちゃ開くな。すごない90度やっぱり日産といったら収納が結構ね。そうです、はい、やっちゃえティッシュ、やっちゃえ何3キロのハンバーガー置き、ここのエアコンの、うん、タッチパネル、これは一応 X グレードやけど、プロパイロット的なのはついてない。あ、ついてないです。全方位はもう標準装備になってるんで、うん、あのバックギア入れていただいたら、うん、全方位のモニターがしっかりと、うん、なるほど。じゃあこれもまあちょっと覚えたまんまカスタムのあっちの方見に行きましょう。おお、全然違うな。わあ、これはちゃいますね。これはちゃうで。あのこれシートが、うん、ほんまにソファーっていうか、うん、革タイプのやつですね。いいお姉さんちのソファーみたいな感じですね。いいお姉さんち行ったことある？ないです。
収納の形とかは基本は変わらない。変わらないですね。タッチパネルも一緒で、これも一緒ですね。はい。個人的にすごい思うのが、ハンドルが大きいと思うんですよ、西さん。確かにでかい。すごい回しやすいというか、バスの運転手さんとかめちゃくちゃこう、わー回しやすいですね。回しやすいやろなって思う。カシスが施されてる。これカシス色らしい。シートの穴から見え隠れする加湿カラーが高級車顔負け。見てください、このチラッチラ出てるこのこれほんまあんま珍しない。これインテリジェントルームミラーの新設定、メーカーオプションでね。長らく兄弟車の池には設定があるけど日産には設定がない状態だったんですけど、マイナーチェンジを機にハイウェスターのみ選択可能になったと。これもついてる。すごい3画面になってる。今日乗ってきた時に見てたけどめっちゃやっぱガッツイガガ顔面だけで好きになったんじゃない。いやー、いいかなそれ。そうやさん、やってみましょうか。なんで、なんで今日や仕事って言ってたのになんでいるの。これサプライズで仕事って言いときながら。待って、お願い待って、もうちょっとだけ話聞いて。結婚しよう。それで田中みな実言ってた、結婚しようっていうのを別れ際に掘り込んでくる男はあかんって。それに引き止めようとしてる感じがあかん。そもそもこのハイウェスターのプロパイロテーションってこう普通のやつと何が違う。この値段10万ぐらい上がった。まずこのプロパイロット、運転支援機能が付くっていうのと、あの先ほどあったアダプティブ LED システムっていうのがこう付きます。サイドブレーキですね。はい、これですね。これはやっぱこのグレードやから付いてたんや。はい、ウィンドパーキング、しっかり出てくるっていうのと、サイドドアがあのハンズフリー両側両方つくようになるので、あの両側電動がもう絶対いるっていう方は手入れられた方がそれお得かなっていうの。ハンズフリーさ、メーカーオプションで6万6000円ぐらいするから、そういったもうこのグレードにした方がお得ってみたいな。そうですね、めっちゃお得です。こっちノーマルの X グレードなんですけど、ベージュがやっぱりベースになってる落ち着いたインテリアとなっております。あちらどうぞ。高級感で見たら全然違いますね。もう正直ベージュの方が眠くなると思う。後ろの人がしっかり休めるとは思うけど、どう？こっちはもうすっごいこう優雅な、足組みたくなるようなワインとか持ちたくなる。いや、こっちはあの温かいお茶を持ちながら和菓子とかいただいて、和室のような室内空間だと思います。どう？まあでもこっちはあの雨降っててもサングラスかけたくなるような、そういう高揚感もありますね。意味がわからん。この内装色の違いはもうもちろんあるけど、装備？はい、の違いで言うとどういうところか。一番やっぱ大事なのが、あの快適パッケージ、ハイウェスターに関してはもう標準装備になってるんですけど、この送風機ですね、ついてるっていう。プラズマクラスター付き。あとここの USB ソケットですね、あ、ついたりとか、ロールサンシェード、あ、これも、はい、もしっかりついてきますと、そのテーブルもじゃ あこのテーブルもですね、あとは撥水の加工のシート。はい、撥水の加工シートなんで、基本的にこうお子様向けであったりとか、後ろにこうよく人の座る方であったりとか、等がいいかなと。 X やったら3万3000円でオプションやけど、ちょっと今回オプションがついちゃってるやつなんでね、本来はこれはついてない装備になっております。結構料理できるぐらい結構しっかりしてる。僕卵焼きめっちゃうまいです。え？フライパンにごま油と、オリーブオイルを両方入れて、え、卵を混ぜまして、ネギを入れて、ネギも入れてサーッて流して、一心不乱に混ぜる。おうおう、塩コショウ振って、どひゃー、マヨネーズでーって流れて、醤油ペペペンでしょ、よきょす、うわー、マヨネーズうまいな、マヨネーズかいっていうツッコミをせなあかんってことやった今。はい、これすごいよな。レバーこれもいいですね。はい、これ後ろから倒せるっていうね。ちなみに空間について、139センチ、小学生程度のお子様が車内で立って着替えもできると。しかも後ろのシート320ミリのロングスライドできるので、シート一番前にしたら運転席から後席のお子様の世話ができると、ここがめっちゃ前に行くんやん、すごい。え私お子さんやったらめっちゃ世話されるってことやろ。ここで天井も確かに高い150ね、1センチですけど、一応着替えようと思ったら行きますね。高いですね。他の車種に比べて、取っ手が大きいんですよ。お、乗り降りしやすい。乗り降りしやすいです。ご高齢の方とか、よくこう、送りはるっていう方は、いいポイントかなと、思いますね。下はそんなにいっぱい入れる感じじゃないんですけど、
僕はもう後ろからでも席の前後ですね、うん、めっちゃ広くなる。これめっちゃ便利で、ほうほう、これ何車やったらスライドドア開けて、うん、あの前こうやってこう動かしてから、うん、もう一回戻って荷物積んだりとかあるんですけど、うんうん、これはもうワンタッチで後ろから行けるんで、これめちゃめちゃいいと思います、うん、このルークスどんな人におすすめですか？先進の安全機能ですね、うん、もうしっかりとついてますんで、あの、まあ、安全な車乗りたいなっていう方にはすごいおすすめですね。2021年 の、 あの自動車安全性能評価で5スター賞っていうのを取ってるぐらいなんで、もうほんまにこうすごい安全に乗りたい方にはめちゃめちゃおすすめ時代になるかなと思います。あとはもうデザインであったりとかめちゃめちゃおしゃれになってるんで、うん、こう周りのねママ友たちとこう、うん、差をつけてやろうと、いろいろあるからね、こうママ友ってこうエレガントな系でもあると思うんで、そうおすすめかなと思います。こういった方はぜひルクスちょっと検討してみてはいかがでしょうか。神崎モータースでこちらも未使用車在庫ございますし、 1.99% 超定期入りで新車も購入いただけますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ではグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。なんでそんなこと言うの。ほうほうほう、まったくもうこっちのこと見てもう変態これはキュンキュンになるんですかねのちょっと難ないでよ。私のまず腸から始まってるやろ、まずで私の2番煎じ土俵を一緒にしないですか。土俵どうすること。僕もこう女心が分かるわけじゃないですか。そらさ分かる男の目線でっていうところで、なるほどね、歯についてるよでも言ってくれるって私めっちゃ優しいと思ってて。そんなもう言うたことないですよ。でも言ってくれへんのもどうかと思うときない。歯についてるで取ってくれんねやいや、最後これ嫌やはい、今ので再終わりました。皆さんもじゃあコメント欄でなーでなーでキュンキュンワードお願いします。コメント欄お待ちしてます。ちょっと僕も成長させてください。顔見たけりゃ顔見とけ。